トイレやだ。おとちゃんはトイレに行くのが大嫌い。トイレやだ。いつも口を尖らせながらそう言って、ちょびっとおもらしをしてしまいます。でもおとちゃん、トイレを嫌いな理由がちゃんとありました。お部屋にトイレあったらいいのに。おとちゃんは思います。だって、みんながいる部屋を出たら、一人ぼっちなんですもの。トイレからみんなの楽しそうな声を聞くと、おとちゃんは寂しくなってしまうのです。トイレ、もっとちっちゃいといいのに。おとちゃんは思います。ママが一人で登って座れるように小さな踏み台を置いてくれたけど、座ると足がブラブラして怖いのです。トイレの扉、なくなっちゃえばいいのに。おとちゃんは思います。だって、扉を閉めるとなんだか狭くて、自分だけ違う世界にいる気がするのです。扉を開けてしてみたら、お行儀悪いから閉めようねって、ママに閉められてしまいました。トイレに窓なんていらないよ。おとちゃんは思います。用を足している間に、真っ暗な窓からお化けがガオーッと出てきそうで怖いのです。おとちゃんはお化けがこの世で一番苦手でした。トイレなんて壊れて消えちゃえばいいのに。おとちゃんは思います。だってトイレに行っている間に見ているアニメが終わっちゃったら最悪だとおとちゃんはいつも思うのです。でもパパにもママにも保育園の先生にもおじいちゃんにもおばあちゃんにもトイレに行こうねって言われてしまいます。ある日、おとちゃんはどうしてトイレが嫌いなのかみんなに話してみました。その日の夜、おとちゃんはテレビを見ているとトイレに行きたくてムズムズしてきました。すると、寂しくないように一緒に行こうか。ママもパパもおじいちゃんもおばあちゃんもトイレについてきてくれました。トイレに入ると真っ暗な窓にはおとちゃんが描いた原っぱの絵が貼られていました。窓、怖くない。おとちゃんがトイレに座ると踏み台が2つに増えていました。どっちも足つくからブラブラしなくて怖くない。扉を閉めると、閉めた扉にたくさん写真が貼られていました。どの写真も、おとちゃんが楽しかった思い出の写真でした。ここ、楽しかった。ここ、また行きたい。おとちゃんはそんなことを考えながら、あっという間に用を済ませると、トイレから笑顔で出てきました。すると、頑張ったご褒美ね。ママがお花のシールをくれました。おとちゃんは嬉しくて、そのシールをトイレの中にあった原っぱの絵に貼りました。原っぱの絵がお花のシールでいっぱいになるといいね。うん。おとちゃんはその日からちょっとずつ、トイレやだが減っていきました。原っぱの絵がお花のシールでいっぱいになる頃、トイレやだのおとちゃんは、一人でトイレに行ける立派なお姉さんになっていました。おしまい。